こんばんは。元スナメリ食堂店主のスナメリです。このポッドキャスト、スナメリのナチュラルレシピは、旬の食材やお気に入りのお店など信州の美味しいものの話、またお家で手軽に楽しめるお料理のレシピ紹介を中心に、軽井沢暮らしのあれこれについてお話ししています。今回は第54回目、2022年5月17日に録音しています。軽井沢では摘、こなしと呼ばれる真っ白な花を一斉に咲かせる木が割とあちこちにあって、満開をちょっと過ぎたくらい。大きな木になると高さが10メートルほど、バラ科ということで桜とも親戚。ハラハラと花びらが散る様子は桜にとても似ています。野生のものも多く、今の時期は雑木林の中にハッとするほど美しい景色が現れます。我が家では白山吹、グランドカバーにしているワイルドストロベリーが満開。5月は白い花の季節です。連休明けも引き続きガーデニングというか土木工事の毎日です。雑草との戦いも始まり、無事に冬越しして芽吹き始めた宿根草や庭木の移植作業も梅雨前に終わらせたい。いくらあっても足りないグランドカバーは挿し芽、挿し木に挑戦したりと、作業は山盛り。毎日ドロドロヘトヘトです。で、昨日は気分転換にちょっと遠出しようと長野市までドライブしてきました。目的はラーメン、信州そば、手打ちうどんと麺文化の発達している信州。ラーメンだって美味しいんです。で、今日はずっと行きたいと思っていた有名店、川中島にあるキリンジさんへ行ってきました。何度かお店の前を通ったことがあるものの、いつも駐車場がいっぱいで、ものすごい人気のお店なんだなぁと横目で見るばかりでした。昨日は連休明けということもあって、駐車場もすんなり入ることができました。注文したのはお醤油味の中華そばと塩ラーメン。キリンジさんはスープが鶏のお出汁ということ。つけ麺や濃厚スープのラーメンも魅力的でしたが、今回はさっぱり系で。ラーメンが出てきて、まずはその盛り付けの美しさにびっくり。ストレート麺はきれいに揃っていて、澄んだスープの中でふわっと畳まれていて、チャーシューも細く刻まれたネギもふんわり盛られて、ビジュアルだけでわーっとなっちゃう。で、スープを一口、ふわーっとまろやかな味わい。表面にうっすら油が浮いているのだけど、鶏の匂いも全くしないし、油っぽさもなし。どんどん飲みたくなっちゃうスープです。で、麺を一口、もう一口、も
う一口。わー、止まらないやつ。ちょっとパスタみたいな食感のストレート麺。麺が美味しすぎてスープが置いてけぼりなラーメンもあるけれど、スープとのバランスも最高。薄くスライスされた軽やかなチャーシューとの相性も抜群。思わず周囲の景色が消えちゃうくらい引き込まれちゃう美味しさでした。周りのお客さんも若い人も多いのに、にぎやかなおしゃべりとか全然聞こえてこなくて、みんなラーメンに集中してるって感じ。お客さんみんなラーメンに引き込まれちゃってるって、なんかすごいですよね。スープも美味しい、麺も美味しい、チャーシューもいい。でも麒麟寺さんのラーメンのすごいところは、そのバランスが最高。スープも麺もチャーシューも、そしてうまみも塩気も油も、丼の中の世界が完全に調和されているって感じ。ものすごく幸せにしてくれる一杯のラーメンでした。ちなみに今回は餃子もいただいて、餃子ももちろん美味しかったんだけれど、もうラーメンの美味しさが完璧すぎるので、餃子はなくても十分満足できそう。でも次回は白いご飯を頼んでスープをかけて食べてみたい。あのスープは絶対ご飯にも合うやつです。もちろんスープも一滴残らず飲み干しました。スープだけでもごくごく飲みたい。今思い出しただけでも幸せです。幸せなお昼ご飯の後は松代温泉に寄っていくことに。私は松代温泉のお湯が大好物。真っ黄色なお湯で、湯船の底が少しザラザラする感じ。お風呂を上がった後もしばらくポカポカ、とにかくポカポカとして、とにかく気持ちがいい温泉です。昨日は松代荘という国民宿舎の日帰り湯に行ったのですが、清潔で広々として素晴らしい施設でした。高速のインターからすぐ近くというのも便利で嬉しいポイント。家を10時半に出発して、ラーメンを食べて温泉に入って、家に戻ったのが2時前。こんなに手軽で充実したドライブを楽しめるのも食文化、自然が豊かな信州ならではだなぁとじんわりしました。このポッドキャスト、スナメリのナチュラルレシピのツイッターアカウントはスナメリポッドキャスト、インスタアカウントはスナメリアンダーバーポッドキャストです。ご意見ご感想とハッシュタグスナメリのナチュラルレシピ、またはハッシュタグスナメリポッドキャストをつけてお寄せいただければと思います。メールアドレスはスナメリポッドキャスト @gmail.com です。メールも気軽にお寄せください。本日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日もニコニコな一日になりますように。おやすみなさい。